最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 一気に後続がやってきた。先頭はバレンタインワルツ、バレンタインワルツで丸、一気にタイムリーハット、タイムリーハット、タイムリーハット1着、2着にはどうやらバレンタインワルツ、勝ったのはタイムリーハット、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。トゥーザビクトリー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ランブリングエッジ、前に行きそうです。トゥーザビクトリー、それに続いています。さらにはルビーシルキー、7番エルクリスマス、その後ろ後方に控えたのがサンライズストーリー。前に戻りましょう。先頭はトゥーザビクトリー、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。その外からビクトリーアルビレオ並んで、5番パープルアマゾン、エクセレントミーティング、そのうちに続いています。前に戻りましょう。先頭はトゥーザビクトリー、短期の逃げに持ち込みたいところ。その外にランブリングエッジ並んで、7番エルクリスマス、その外にルビーシルキー、ムーンインパクト、そのうちに続いています並んで、1番エクセレントミーティング、エターナルミラクル、この馬もこのグループ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はビクトリーアルビレオ、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。トゥーザビクトリー、ビクトリーアルビレオ2番手に控えました。パープルアマゾン3番手。さあトゥーザビクトリー、このまま逃げ切れるでしょうか。トゥーザビクトリー先頭、差はほとんどない。あと 200m、 トゥーザビクトリー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ランブリングエッジ迫る。一気にランブリングエッジ、ランブリングエッジ、ランブリングエッジ1着、2着は微妙です。勝ったのはランブリングエッジ、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はエアデジャブ、エアデジャブ先頭です。このまま押し切るか。マンハッタンアンデス、エアデジャブ追いすがります。マンハッタンアンデス、マンハッタンアンデス1着、2着にはどうやらエアデジャブ、勝ったのはマンハッタンアンデス、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはクリプティックラスカル、ヒーバーゴルフローズ、この馬も好スタートを切りました。モーニングタイド、前に行きそうです。グランプリブルック、それに続いています。さらにはクリプティックラスカル、2番ヒーバーゴルフローズ、その後ろサドンダンジグ、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはクリプティックラスカル。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。さあ先頭はまだ12番クリプティックラスカル、プレザントハント、ほとんど差がありません。モーニングタイド3番手、大外から緑の帽子エアジハード伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってエアジハード、先頭2番手はクリプティックラスカル、追いすがる。あと 200m、 エアジハード先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。タマリスク迫る、やはり強い。エアジハード、1着、2着にはどうやらタマリスク。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアジハード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ前に行くのはどの馬か。ゴールデンミサイル前に行きそうです。 ビーマイミラーそれに続いています。さらにはカリビアンキャット6番サッカーナンバー、その後ろケープタウン後方に控えました。前に戻りましょう。ゴールデンミサイル先手を取りました。フェイバリットトリックすぐ後ろ、その後ろにサッカーナンバー。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。それでは先頭からゴールデンミサイル先手を取りました。その後ろにフェイバリットトリック青の帽子サッカーナンバー、その後ろ、その隣にトロットアイス MI ブラン、いい位置です。緑の帽子プレザントクラフト、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として3番ゴールデンミサイル、 ビーマイミラーほとんど差がありません。リッチロンドン3番手、大外からオレンジの帽子 MI ブラン伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 MI ブラン余力は十分。さらに引き離していく MI ブラン、差を広げる。2番手は ビーマイミラー、 MI ブラン今ゴールイン。段違いの強さです。 MI ブラン1着、2着は ビーマイミラー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。 MI ブランまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何がいくでしょうか。キングオブクリスマス前に行きそうです。リトルアルデルそれに続いています。さらには競泳マーチ8番バブルガムフェロー、その後ろ、先頭に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのは競泳マーチ、すぐ後ろにパッショングレイン、その外からノーブルダビー並んで8番バブルガムフェロー。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。先頭に戻りましょう。先頭は競泳マーチ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。すぐ隣にキングオブクリスマス、その横にノーブルダビー。パッショングレイン、この馬もこのグループ。その外からリトルアルデル、内からはバブルガムフェロー、青の帽子デルタプリンス、その後ろこの辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として競泳マーチ、2番手はキングオブクリスマス。さあ競泳マーチ、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。競泳マーチ先頭、残り 200m、 先頭はバブルガムフェロー、先頭はバブルガムフェロー、バブルガムフェロー、先頭大外から一気にペイラミ1着、2着にはどうやらバブルガムフェロー、勝ったのはペイラミ、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ミルサスピション、好スタート。パーソナリティテンダー、この馬も好スタートを切りました。ワンダフルシュア、前に行きそうです。イタリアンアンドレ、それに続いています。さらにはパーソナリティテンダー9番ジムアイス、その後ろノーバウンド、どうやら後ろからになりそうです。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。もう一度先頭からミルサスピション、先手を取りました。その隣にイタリアンアンドレ、その横にジムアイス、この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から先手を取ったのはミルサスピション、すぐ隣にイタリアンアンドレ、その横にジムアイス、クリアガール、この馬もこのグループ。その外からワンダフルシュア、その後ろにムタマム、赤の帽子パーソナリティテンダー、その後ろカワチサンライズ、後ろからになりました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはミルサスピション、青の帽子イタリアンアンドレ、その後ろその外からクリアガール、並んで9番ジムアイス、ワンダフルシュア、この馬もこのグループ。すぐ後ろにパーソナリティテンダー、並んで8番ムタマム、カワチサンライズ、後ろからリンドジョイ、そのうちに続いています。並んで4番ヤグリ、ウィズアンティシペーション、この馬もこのグループ。すぐ隣にライトシェイディー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はミルサスピション、クリアガール、ほとんど差がありません。ジムアイス3番手、大外からオレンジの帽子カワッチサンライズ、伸びてきたミルサスピション先頭、差はほとんどない。残り 200m、 先頭は河内サンライズ、先頭2番手はミルサスピション、河内サンライズ1着、河内サンライズ完勝、河内サンライズ1着、2着はヤグリ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。河内サンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ、花を切るのはどの馬か。河内大王、前に行きそうです。オーサムアゲイン、それに続いています。さらにはリアルクワイエット、11番ビクトリーギャロップ、その後ろでは前の方から、なんと先頭は河内大王。これには場内もどよめいています。すぐ後ろにリアルクワイエット、シルバーチャーム、そのうちに続いています。並んで12番ビクター・クーリー、フレンチ・ピレネー、そのうちに続いています。すぐ後ろにフリーハウス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。先頭はなんと河内大王。場内も大歓声。これに続いてオーサム・アゲイン、その隣にリアルクワイエット、その横にシルバーチャーム。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。なんと先頭は河内大王。これには場内もどよめいています。さあ、先頭はまだ7番河内大王、シルバーチャーム、ほとんど差がありません。オーサムアゲイン、3番手。さあ、河内大王、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。河内大王先頭、残り 200m、 先頭はスキップアウェイ。残り 100m、 スキップアウェイ先頭、オーサムアゲイン追いすがります。スキップアウェイゴールイン、スキップアウェイ1着、2着にはどうやらオーサムアゲイン。勝ったのはスキップアウェイ、見事な勝利です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い、何が行くでしょうか。アクティブシュア、前に行きそうです。ブラウンサイレント、それに続いています。さらにはサンタフェラック、4番スキップロビン、その後ろリムノス、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。スキップロビン先手を取りました。すぐ後ろにブラウンサイレント、ジェイドバウンドすぐ後ろ、その隣にクリムゾンブレイブ、グリーンネイルすぐ後ろ、黒の帽子サンタフェラック、その後ろすぐ隣にウィッシュアレグロ、その横にブレイズバド、アクティブシュア、そのうちに続いています。その隣にウェディングコレクター、ダイナマイトヌーベルすぐ後ろ、オレンジの帽子サミーワイ、その後ろすぐ隣にランブリングウィンズ、その外にストーンホーク、最後方にリムノス。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からエルコンドルパサー先手を取りました。さらにはクリムゾンブレイブ、内からはスキップロビン。さあ、先頭はまだ7番エルコンドルパサー、さらにリードを広げます。2番手はクリムゾンブレイブ。さあ、エルコンドルパサー、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。エルコンドルパサー先頭、残り 100m、 後続は大きく離れた。やはり強いエルコンドルパサー、ゴールイン、1着、2着にはどうやらリムノス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エルコンドルパサー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。